いやー、今さっきまで、魔法育をちょっと見てたんですけど、魔法少女育成計画の6話を見てたんですけど、いやー、ちょっとね、なんか思うところがあるんですけれども、あれ、いつからホラーになったのかな？ちょっと魔導魔技臭漂わせてますけど、ちょっとね、ちょっと、いろいろと残念でした。はい、というわけで、どうも、こんにちは、よしきです。いやー、さっきね、言った通り、魔法育、悲しかったです。なんでさー、もう、ああいうことするかな、ちょっとね、悲しい。ねー、マジで悲しい。ちょっと、ラピュテルは最後までいてほしかった。中身は確かに男子ですけど、僕、ラピュテルは好きです。多分、そうだね、多分一番好きです、魔法育のキャラの中で。今のところ、一番好きです。はい。男が好きじゃないからね。はい、あとね、これね、見てわかる通り、MacBook Air のケースを久々に外しました。多分、両方外したのは、何ヶ月だろう、多分5ヶ月とか、結構、久しぶりに外しました。やっぱりね、こうやってみるとね、薄いんですよね、やっぱり。だからね、今回っていうかね、発売される MacBook Pro の新型、タッチバー付きのやつがね、どんくらい薄くなってるのかっていうのが、ね、ちょっとわかんないんで、ね、いやー、これはちょっと、期待ですね。はい、というわけで、まあね、こういうカットめっちゃあるよね。はい、というわけでっていう。まあいいんですけど、今回は別にそういう話じゃなくて、タイトルにもある通りこれなんですよ。これなんですよ。こちら皆さん覚えてますでしょうか？このね、ヘッドホンはね、ちょっとだいぶ前だね、もう。というわけで今回はこちらの試乗レビューいきたいと思います。はい、というわけでね、今こちらにあるヘッドホンなんですけれども、こちらはオーディオテクニカの ATH-TAD300 というヘッドホンになっております。こちらのヘッドホンっていうのは、まずオープン型のヘッドホンになります。まあ、詳しい詳細は、この開封した動画にあるので、よかったらこちらからご覧ください。はい、じゃあまず、これの弱点からいきましょう。これのまず弱点っていうの。弱点っていうかね、これは別にこのヘッドホン以外も、まあもちろん言えるんですけれども、まあこれがね、特殊ってわけじゃないんですけども、まず、コードが長い。やっぱりね、こういう系のね、ヘッドホンはね、コードが長いっていうのは分かってたんですよ。なんだっけな、音をちゃんと聞く用のやつとか、そういう収録とかに使うようなモニタリング、そう、モニタリングヘッドホンだ。とかに多いのかな。コードが長いんですよ。そういう系のコードってなんか長いんですよね。これ例えばさ、カズさんとか瀬戸さんとかが使ってるさ、ヘッドホンって長いでしょ？ソニーはまあオープン型でこれとね、似たようなものなんですけれども、カズさんが使ってる、あ、瀬戸さんも持ってるんか。カズさんが、まあね、大体的に使ってるソニーのヘッドホンあるじゃないですか。国内の基準のやつね。まああれはまあ主にもう有名ですかね。なんだっけ。レコーディングでも使われてるんで、まあ、よく知ってると思うんですけども。まああれもね、コードが3メートルあるっていうことでね、長いんですよ、本当に。まあこれが弱点でもあり、まあね、僕がね、見つけた、まあいい点でもあるんですよ。で、その弱点から、まあいい点に移りたいと思うんですけれども、このコードが長いことによって何がいいかって言いますと、まあ、こういう、まあ、スマホとか、こういう小さい端末の場合だったら、まあ、ちょっと違うんですけど、こういう、例えば Mac とかさ、ノートパソコンとかデスクトップパソコンに、まあ、つないでたとするじゃないですか。ヘッドホン端子をつないでたとするじゃないですか。で、まあ、座って作業してるじゃないですか。で、例えば、ちょっとそこの棚の本を取りたいなっていう時に、ヘッドホンを外さずに取りに行けるんですよ。そこがいいですね。やっぱりさ、ヘッドホンを外すとさ、こういう動作さ、いちいちしてさ、本を取って、また戻ってきてヘッドホンをするっていう、こういう動作がワンクッションあるんで、そういうのがね、なんか嫌な方とかにはものすごくいいんじゃないかなって、ね、ちょっと思いました。いや、でもね、これいいんですよ、結構。だからね、ほんとね、僕、今、このカメラの後ろ側にね、椅子があるんですけれども、そっからね、例えば、ここにヘッドホンとかが置いてあるね。このヘッドホンとか置いてないんですけど、こういう2つ下がってるやつね。ないんですけれども、そのヘッドホン取りいけるぐらいなんで、結構ね、動けるんですよ。とりあえず、部屋の中はとりあえず回れます。なのでね、普通に、例えば、なんだっけ、YouTube をパソコンで机の上に置いて開きながら、ヘッドホンをさして、周り歩いたりとか、歩く必要ないんですけど、物を取り行ったりとかできるんで、ものすごく、そういう点では便利です。続きましての弱点、なんですけれども、これね、今ここにもう一つね、ヘッドホン用意してあるんですけれども、このヘッドホンとね、比べてね、重いんです。
いやこれはね、そこまで重いってわけじゃないんですけれども、多分こっちに比べて多分 50g ぐらい重いかな。ちょっとね測りがないんでね、そんな測れないんですけれども、やっぱちょっと重いっていうのがねものすごく弱点です。いやーこれはねまあどうしようもないかなっていう気はありますね。あともう一つ、まあ、これは弱点というか、このオープン型ヘッドホンの特徴ではあるんですけれども、ちょっと今どんくらい聞こえてるかね。これねものすごくね音が漏れるんですよ。いやこれね本当にね音楽とか聞いてるとものすごくわかるんですけど、めちゃくちゃ漏れるんですよ。やっぱりねそこがねオープン型ヘッドホンの弱点ではあるんですけれども、まあ特徴なんですよね。ただやっぱりねこのヘッドホンはやっぱりオープン型なんで、その音漏れっていうのはまあ覚悟して買ったんですよね。はい、今ね弱点を言っていたところでね、まあいいところに移りたいと思います。まあ途中でいいとこ言ったけど、このヘッドホンやっぱりオープン型なんで、その特徴としてやっぱり耳が疲れにくいっていうのがねやっぱり大きいんですよ。まあそれがね買う理由にもなったんですけれども、やっぱりここにある密閉型のヘッドホンに比べて耳が疲れにくいっていうのはね本当にいいです。うん、あとねこのヘッドホンは蒸れにくいっていうのがありますね。とりあえず蒸れにくいのと疲れにくいっていうのが、まあ、僕としては一番のポイントかなと思います。やっぱりねそれって重要ですよ皆さん、ほんと重要ですよ。でねこのヘッドホンはまあこれはオーディオテクニカですけれども、他にもいろんなヘッドホンがありますよもちろん。ただ僕はテクニカが好きなんでねこれにしたんですけれども、いやーよかったですよこれは。であとねこれ意外となんだろうね広く聞こえるんで、てかそうか広く聞こえるんでね、まあそこもいい点なんですけれども、なんだろうね割とオープン型にしてはね重低音が効いてるかなっていう気がします、まあ、あくまでこれはね僕の感想なんでね何とも言えないんですけれども、やっぱりねこういう密閉型と比べるとっていうかね、これはものすごく重低音がある程度効くやつなんでね、こっちと比べるのはねちょっとどうかと思うんですけれども、こっちもねなかなかいいものなのでね、よかったらぜひ皆さんもね見てみてください。はい、というわけで今回はまあほんと軽くね、まあね有名な YouTuber さんみたいにねうまく絶対ねレビューできてないんですけれども、一応使ってみた感想です。軽い、本当に軽い感想です。うん、いやーこれねほんと使ってみるとわかります。でなんだっけ、さっき僕がね動画をちょっと再生したんですけども、音どんくらい出てたかな、ちょっとわかんないですけれども、ほんとねこれね音漏れがね本当にすごいんで、例えば電車の中とかそういうのには本当に向かないですね。でも家でゆっくりする分にはね、ゆっくりね長時間聞くっていうのにはね耳も使いにくいのでものすごくいいかなと思います。でねさっきからちょろちょろ見せてるこのヘッドホンのね使用レビューもねそろそろ出したいと思いますので、よかったらそちらの方もね今後出すのでご覧いただければいいかなと思います。はい、というわけで今回はねこのヘッドホンのちょっとしたレビュー動画でございましたが、いかがだったでしょうか。まあこれ以外にもものすごくいろんな種類のヘッドホンあるので、まあ別に僕のヘッドホンが必ずしもねみんなに合うっていうわけではないんで、でも僕はねこれはある程度お気に入りでございます、ある程度ね。うん、というわけで今回はこのオーディオテクニカの ATH-TAD300 というヘッドホンのレビュー動画でございました。よかったら皆さんチェックしてみてください。では次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。